新型コロナウイルスの感染が急激に拡大しているインドネシアから現地在住の日本人を乗せた特別便が先ほど成田空港に到着しました。日本人を乗せた特別便は今日午前インドネシアの首都ジャカルタ近郊を出発しまして午後3時20分過ぎ成田空港に到着しました。この飛行機には現地に駐在している清水建設の社員や家族ら52人が乗っていて入国後隔離に入ります。インドネシアではインド型の変異ウイルスデルタ株の急拡大で医療が逼迫し13日までに日本人14人の方が亡くなっています。